せます。ああ、任せたぞレスナー。今が攻める。止まって見えるぞ。終わりだ。チャンスだね。気持ち、それそれそれ、チャンスだね。すっごいの準備できて、これをこうして、うわー、はーい、痛いだ。うわ、倒しちゃった。みんなで行くです。それ助かった。トン、ありがとうございます。持っていけ。どんどん、このすごい、いい子にしててね。いけ、仕留めてみせ。逃がしはしない。さすがです。少しは鍛錬になったか。大原野か、どんな場所なんだろう。レスナー教えてくれる？はい、喜んで。ではまず一番の目的である翡翠のきらみずから。ライザ張り切ってるな。レスナもいつも以上に気合入ってる感じね。そういやクラウディア、一緒に遺跡に行った時に作った爆弾あったじゃん。商品として売ってみるって話してたけど、その後どうなったの？あ、はい、結構売れ行きが良くて、買ってくれた人たちからも好評ですよ。へえ、そうなんだ。よかったじゃん、作ったものが役に立って。ええ、そうね。レスナの夢の手伝い少しはできたのかしら。ブロッケさんやコルネリアさんも行く先で宣伝してくれていたりして、いつも助かってます。そっか、ブロッケもいろいろ頑張ってんだね。しばらく顔見てないからちょっと寂しいんだよね。この依頼が終わったら真っ先に会いたいよ。うん、ブロッケを食べたい。ブロッケのご飯が恋しい。逆そのためにも素材探しを頑張らないといけませんね。よーし、明日はいよいよ大原野だね。楽しみだな。薬もできたし準備は万全だね。買って買って借りまくるわね。まあほどほどにね。不要な戦いは避けるに越したことはないから。何を読んでるんですか？あ、すみません、最近読み始めた小説なんですけど、続きが気になっちゃってつい。レスナさんは本が好きなんですね。私昔は本とイザナちゃんしか友達がいなくて、今はみんながいるのにダメですね。全然悪いことなんかじゃないですよ。私の友達も本が好きで、その子の知識のおかげで助かったこともたくさんあって、だから本の知識を蓄えてる人ってすごいと思いますよ。ありがとうございます。本が好きでよかったなって思いました。読書続けていこうと思います。もちろん迷惑にならない範囲でですけど。その方がレスナさんらしいと思います。
いっぱい作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って一体。頑張っていきましょう。うん、それこの服は四季がいい子にしててね。いけー、好奇です。今が逃がしはしないで。チャンスだね。あ、私の番。それそれそれ。フラフラする。どんどん攻撃。それ負けていられない。みんなチャンスだよ。それ。ありがとうございます。こう使うよ。ケイ、目輝け。やるね。いい子にしててね。いけー、さすがね。祝福の星が導いてくれました。大原野っていうだけあってすっごい広いね。どこから探索しよう。慎重かつ大胆に進みましょう。先輩方もいるし、薬も準備しましたし。今度こそたどり着けるわよ、レスナ。今回は前よりもっと先に進めるはず。今度こそ見つけられるよ。魔物もたくさんいて大変な道のりになると思います。皆さんよろしくお願いします。大冒険ですね。なんだかワクワクするよ。ワクワクですか。なんかクラウディアもノリノリだね。みんなで大事なもののために挑めるって素敵なことだと思うんですね、ライザ。だね。仲間と一緒に未知の世界を切り開いていく、何にも変えがたい経験だもんね。だからさ、レスナー、もっと肩の力抜いていこう。ありがとうございます、先輩。よーし、魔物なんかなぎ倒して泉の在りかを探そう。その息。じゃあ私とヴァレリアが先頭に立って様子を伺うよね、相棒。ええ、任せて。戦闘も戦闘も大好きってね。レスナ、なんだかいつもと様子が違う気がするんだけど。気のせいかしら。レスナ、どうだった？ここも違ったみたい。少し休憩したら別の場所に行ってみよう。いやー、貴重な素材だけあってさすがに簡単には見つからないね。もっと奥の方に翡翠のきら水が取れる泉があるのかな。でも前に来た時よりも順調に進めてるね。そうね、手応えのある魔物とも戦えたしね。せい、とぎゃっとぎゃ。妙な歌を歌わない。まあ、ライザたちのおかげで手堅く進めてるし、この調子なら見つかるのも時間の問題かもね。そうですね。では早速次の候補地に。ちょい、間違って。少し休憩しようってついさっきレスナが言ったんじゃなかったっけ。え、ああ、そうでした。すみません、私うっかりしていたようで。ああ、見てよ
クラウディア、この植物って調味料になるやつだよね。どれ？あ、ほんとだ。取っていけばイクセルさんが喜ぶね。レスナ、少し何か食べる？今回用意した保存食結構いけるわよ。それはいざって時のものだから。ってバレリアもう食べてるし。腹が減っては戦ができぬって言うもんね。ありがとうバレリア。でもハイディさんの言う通り、保存食は取っておこう。お腹まだ空いてないしね。そうだ、私今のうちに薬の残りを確認しておくね。やんちゃなやつを鍛えたことがあるんだ。それで慣れてるのかもな。ふん、そうなんだ。リラさんってなんでそんなに強いの？教え方も実践向きですごく的確だした。もともと戦いに秀でた一族の生まれでな、昔から一族の使命のため戦いに身を投じていた。ライザたちとはその過程で知り合ったんだ。世界の滅びを回避するため共に戦った。え、世界の滅び？話が大きい。まさかそんな話になるとは私も思ってなかったさ。だが私もライザたちもあの戦いで大きく成長できたことは確かだ。自己流じゃ誰だって一度は壁にぶち当たる。お前も乗り越えれば必ず強くなるさ。うん、頑張って乗り越えよう。ハンマーに誓って。ねえ、リラさんは自分に力が足りないみたいな無力感って感じたことある？あ、ごめん、リラさんに限ってそんなことはないよね。あるさ。元の世界ではどうにもならない無力感を覆すために旅を続けていたようなものだ。それ覆せた？完全にとはいかない。だが一つ一つやれることを積み重ねることはできている。元気な錬金術師とその仲間たちの力を借りてな。一つ一つできることはか、
私もできることを積み重ねて強くならなきゃだね。ああ、それも戦士の心への一つだな。私、誰よりも近くでレスナちゃんを守りたい。そのための力が欲しいんだ。錬金術師とは常に果てを目指すものだからな。共にあろうとすればそれなりに大変だぞ。うん、努力あるのみだね。これ何、すぐに終わらせよう。いっぱい作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って出番ですね。一体、これこの服は士気が上がる。いい子にしててね。いけー、チャンスだね。今が止まって見えるぞ。終わりだです。私の番？誰もおまけ。わ、私の番なの？輝け！すごい。みんなで行くです。ほれ、助かる。よし、ありがとうございます。くれてやる。どんどんこう、お祝いの私からの贈り物受け取ってた。おっしょ、うわ、いっけなんと、引いてる引いてる。ここは慎重に。今だ。おお、でっかい魚だね。もうやるわね、ライザふんふん。魚釣りはね、割と自信あるんだ。故郷の島ではいつも釣ってたしね。よし、こうなったら私だって。妙技、お魚つかみ取り。私らも水の近くで暮らしてたからね。捕まえた。どうしてもお腹すいたらこうやって食べてたわけで。すごいすごい、成し遂げたわ。驚いた、まさにつかみ取り名人だね。ライザは魚釣り名人ね。これも魚が作ってくれた縁ってことね。よろしく。ライザってば、相変わらずだな。ああやってすぐに友達になっちゃう。はーい、レスナー、今日は美味しいお魚が食べられるわよ。うん、楽しみ。なんだか強そう。この辺りの素材を大体取り切って敵だ。ロロナ先輩は私が守ります。あれ、これでいいのかな。頑張っていきましょう。ほれ、よし、私のいい子にしててね。いけ、私の番か。止まって見えるぞ。終わりだ。おーい、あ、みんな下がってて。とりえ好奇です。加減はしない。みんなで行くです。ほれ、助かった。助かる、持っていけ。
すごーい。お祝いの準備。私からの贈り物受け取ってください。おっしょ。うわ、いっけー。わお、わお、全力を出します。探索終了だね。お疲れ様でした。よし、ここは一気に爆弾で。あ、危なすぎです。マルローネ先輩、頑張らないと大変かも。全力を出します。あ、このやりました。祝福を届けます。いい子にしててね。いけ。今が止まって見えるぞ。終わりだ。じっくり行きましょう。これもおまけ。ちょっとこれ輝け。力を合わせるぞ。立て直す。みんなで行くです。行くです。助かった。これを使うよ。助かりました。どんどん行こう。祝福を届けます。いつでも行けるよ。お祝いの準備。私からの贈り物受け取ってください。おっしょ。うわ、いっけやった。力、逃がしはしない。で、崩した。ちょっと怖い。じっくり行きましょう。おまけ。やる気満々だよ。輝け。さすがです。ふう、危なかった。お前の武器は当たれば強いが、外れると隙が大きい。二つだけでいい。意識しろ。一つは隙をなくすこと。もう一つは、攻撃を当てるために相手の隙を作ること。相手の隙を作る、こういうこと。そしてこれが隙をなくすということだ。油断は禁物だぞ。だがさっきの動きは良かった。繰り返して、あとは相手が隙を見せるのを待てばいい。こっちが先に隙を見せちゃいそうだよ。何、たくさん打ち合っていれば体が覚えるさ。お前の課題は経験不足だ。特に格上の相手との戦いに慣れていない。そうだね。リラさんに鍛えてもらって、それがすごくわかる気がする。普通はゆっくり経験を積めばいいだろう。数年かけて鍛錬を重ねれば、お前は強くなる。だが、それでは遅いのだろう。うん。私は一日でも早く強くなりたい。レスナちゃんのために。であれば密度の濃い経験をしなければな。これから様々な手でお前を攻める。その全てに対応できるようになれ。そのハンマーで私の速さに追いつく。まずはそこからだ。
そっちは2つも武器持ってるのに。悔しかったらお前もハンマーを両手に持つことだな。なるほど。あ、これ使える素材だ。たくさん取っておかなきゃ。待った、レスナ、それ雑草じゃない？素材はこっちの似てるやつ。わっ、私こんな基本的な間違いを。ライザ先輩、ありがとうございます。よくあることだよ。よーし、それじゃ私も採取しよっかな。私もやってみたい。見分け方教えてくれる？ちょっとちょっと、そんなに先行かない。レスナーさん、少し休みませんか？もしかしてイザナさんと離れ離れで落ち着かないですか？いえ、そんなことは。私は落ち着かなかったですよ、ライザと離れ離れになった時。え？ライザの故郷の島での冒険が終わった後、父の仕事の都合で島を離れることになったんです。平静でいようと思っていたけれど、やっぱりいつも通りにはできませんでした。クラウディアさん、私、お父さんと一緒に各地を転々としていた私にとって、ライザは初めての親友だったから、一緒に過ごす毎日がすごく楽しくて嬉しくて、その分みんなと別れる時は本当に寂しかったんです。ライザが私の中でどれだけ大きな存在になっていたのか思い知らされました。今のレスナーさんももしかしたら同じ気持ちなんじゃないかって。すみません、全言撤回します。イザナちゃんと離れてからずっと落ち着かないです。私昔から人付き合いが苦手で、でもイザナちゃんはそんな私にできた初めての親友なんです。そのせいか子供の頃はイザナちゃんが他の子と遊ぶたびにそわそわしていました。このまま私と遊んでくれなくなったらどうしよう。私にとってはたった一人の友達だけど、イザナちゃんにはたくさんの友達がいるから。レスナさん、あの頃の不安が今でも時々顔を出します。イザナちゃんがそばにいないとすぐに動揺して、本当に情けないです。大丈夫ですよ、レスナさん。どれだけ離れていてもライザはずっと私のことを友達だと思ってくれてました。イザナさんもそうだと思うんです。いつだってレスナさんのことを大事に思ってますよ。だから今はイザナさんを信じて頑張りましょう。修行してるイザナさんに負けないくらいにね。ありがとうございます、クラウディアさん。おかげで気持ちが少し楽になりました。泉探し、また頑張れそうです。今は私にできることを精一杯やらなくちゃ、ですね。その息です。はい。バレリアたち、あんなところまで行ってる。クラウディアさん、追いかけましょう。よし、こ
ここは一気に爆弾で。あ、危なすぎです、マルローネ先輩。頑張っていきましょう。私の番、いい子にしててね。いけ、ちょっと大きいトライ。今が攻める、止まって見えるぞ。終わりだ。なんだか崩した。いつもより体が軽いかも。頑張りましょう、みんな下がってて。とりあえず全力を出します。私の番だね、輝け。手遅れ立てそうです。フラフラします。行くです。助かる。これを使うよ。ありがとうございます。くれてやる。フラフラし、この負けていられない。お祝いの準備、私からの贈り物、受け取ってください。おっしゃ、うまい。周囲の植生が明らかに違う。きっとここが翡翠のキラミツが取れる泉です。本当よかった、やっと見つかりましたね、レスナさん。早速水が湧き出ている場所を調べよっか。待って、魔物の気配がするわ。あんな魔物もここにはいるんですね。おかしいな、あんな魔物の情報仕入れた中にはなかったんだけど。何か様子がおかしくないですか。やたら好戦的ね。望むところ、お手並み拝見といくわよ。作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って一体。頑張っていきましょう。この いつもより体がいい子にしててね。いけ、力逃がしはしない。お見事です。それそれそれ、ガラ空きだな。あたしだって頑張っちゃうよ。輝け、さすがです。どんどん攻撃です。いくです。これを使うよ。助かった。ケイ、出番です。それちょっとね。体がいい子にしててね。いけ、やったね。本気で行くぞ、精霊の力を乗せて行くぞ。私の全力を、はあ、アインチェルカンプ。少しは鍛錬になったか。
手ごわかったな。でも動きは止められたね。はい、でもすごく気が立ってたみたいでした。何か理由があるんでしょうか。今は辺りを警戒しておくしかないわね。それよりですな、これでやっと翡翠のキラミツを採取できるわね。うん、それじゃ早速。人払いの役につかせた魔物をまさかあなた方が倒してしまうとは。あなたは。ごきげんよう、錬金術師のレスナでしたわね。極夜の錬金刀、出た。極夜の錬金刀、じゃあ、あなたが前にレスナたちの邪魔をしたやつ。人払いの魔物って、それじゃあ、あの魔物がここにいたのは。あの魔物の名前は、王たる私が覚えておきましょう。王国の礎になった者として、あとはあなた方が邪魔さえしなければ事足りますわ。事足りるってどういうつもりなの。私たちの周りをちょろちょろしてるみたいじゃない。私の王国のために足を運んでいるだけですわ。あなた方こそ行く先々で目障りではありませんの。ともかくお邪魔なものは廃すればよいですわね。私は必要な素材をすべて採取するだけのこと。あの素材って、あなたの目的もこの泉なんでしょうか。それが何か。それなら素材を分け合いませんか。私、この地方の長く続く不足を解決するために。分け合う？なぜですの？どうしてですの？私は私の王国のために作物の栄養剤を作りたい。他の者に情けをかける気などありませんのよ。でも本当の王様ならもっといろんな人たちを守りたいと思うはずです。お願いです。あら、私が本物の王ではないとでも。これはまた無礼千万ですわ。そうは言ってません。ただ必要な分だけ分け合っても。でした。バレリア、ララキングダムの法に照らし厳罰に処します。ミラさん、合わせます。ああ、任せたぞレスナ。悟空を自ら出陣する。栄誉譚の1ページにして差し上げますわ。すっごく強そうなんだけど。落ち着いて。それ、祝福を届けます。きっと勝機はあるはず。いい子にしててね。行け。加減はし、止まって見えるぞ。終わりだ。崩した。手の牛が必要です。落ち着いて、じっくり行きましょう。これもおまるで。させますのね。痛い思いをしたくなければ家にお帰りなさいな。やけないよ。いざだ。お待たせ、レスナちゃん。実戦向けに急いで仕上げた。ミラさん、まだまだ訓練の余地はあるが、なんとか間に合ったな。これで頼もしさ倍増だよ。うん、
ならばいいぞ。あなたも共に地に落とすのみですわね。それはどうかな。好きだらけ。何ですのそれ。好きをなくす必勝法だよ。ハンマーは最強だ。だから2つあればもっと最強だ。これでもあんたには負けない。むちゃくちゃですわ。でも面白い。ますますあなたが欲しくなりましたわ。あら、来ると思ってましたのに。あなた変わりましたのね。言ったでしょ、私には騎士として守りたい相手がいるって。それに油断は禁物だって教わったからね。そう、どうやらあなたは極夜の闇とは相入れない存在だったようです。人選を間違えましたわ。そうだよ、イザナちゃんはあなたについてなんか行かない。イザナちゃんと私はあなたになんか負けないんだから。ずいぶん盛り上がっているようですね。あんたはララと一緒にいた。嘘、仲間がいたの。そんな。素材の採取は済みましたよ。よろしくてよ。間違いなく翡翠のきらみずですのね。間違いないでしょう。あいつどうするつもりだ。それではこの輩たちを成敗いたしましょうか。少しばかり手痛いお仕置きが必要なようですから。それはできかねますな。今何と言ったのです。この腕がまだ動くのはそこの錬金術師のおかげでしてね。彼女は実に優秀です。錬金術の基礎を教えたのは私ですが、想像以上の成長を見せてくれた。さすがに大事な教え子やその仲間を傷つけるような真似は心が痛むのでね。え、それってつまりライザ先輩のお師匠様ってこと？あなた一体何が目的ですの？実はこの国には錬金術を悪用しようとする不埒な輩がいるという噂を聞きましてね。少し興味が湧いたので調査をしていたのです。ただあのうまい菓子を二度と食べられなくなることだけは残念でなりませんな、ララ様。私は王を欺いていたと。悪いが、お前が思うほどまだ闇に染まっていないのでね。ライザ！うわっ！ふざけた真似を。許されません。これは許されませんわ！おい、お前の余計な一言で、あいつを怒らせたぞ。そうか。まあ、どの道に同じことになっただろう。
許さないのはこっちだよ。私たちも。アンペル、合わせろ。行くぞ。散らばる先輩は私が守ります。あれ、これでいいのかな。国王自ら出陣する栄誉譚の1ページにして差し上げますわ。頑張らないと大変かも。全力を出します。大胆に攻めていこう。きっと勝機はあるはず。いい子にしててね。いけー。加減はしない。逃がしはしない。これはで崩した。手の牛が必要です。私だって根性を見せるよ。これはこれもおまけ。強そうだね。輝け。お役に立てそうです。美しいでしょ。その目でよくご覧なさい。そんな、仕方ありませんわね。どんどん攻撃です。それ助かる。それ助かる。持っていけ。その目でよくご覧なさい。お祝いの準備。私からの贈り物受け取ってください。おっしょ。うわ、いっけー。今が攻め時だ。止まって見えるぞ。終わりだ。お遊びが過ぎましたね。怪我はないか。そっか。このような者たちに私の素材を譲り渡すとは、なんとも腹立たしいことですわね。来るなら来い。とはいえ、引き際を間違えるのはアングのすること。今日のところはおいとまいたしますが、今回のことを戒めとして私は成長します。ごきげんよう。ぜひまたお会いしましょう。レスナちゃん、大丈夫？怪我はしてない？痛いところは？大丈夫。どこも痛くないよ。よかった。レスナちゃんは。ちゃんと守れて。イザナちゃん、レスナちゃん、ごめんね。私のわがままでいっぱい迷惑かけたよね。前にさ、ちょっと話したよね。ずっと自分の力不足を感じてたって。レスナちゃんは気にしないって言ってくれるけど、私が気にするんだ。騎士は強くないといけないから。でも、これでレスナちゃんと肩を並べて冒険できるよ。うん。それにしても、イザナちゃん、かっこつけすぎだよ。だって、
頑張るレスナちゃんの隣に立つならやっぱり強い騎士じゃなくちゃ。私はレスナちゃんに安心して背中を預けてもらえる私でいたいんだ。でね、リラさんのおかげで私も少し強くなれたから、また一緒に冒険しよう、レスナちゃん。ごめんね、イザナちゃん。イザナちゃんはたくさん悩んでリラさんと修行するって決めたのに、私心よく送り出してあげなかった。イザナちゃんと離れるのが不安で、ごめんなさい。レスナちゃん、戻ってきてくれてありがとう。ずっと待ってたよ、私の騎士様を。おお、ここが話に聞いてたアトリエか。なかなか充実してるな。錬金術師の血が騒ぐか。あのね、アンプルさん、こっちにはね。初めて来る人にはびっくりな場所だもんね。それはそうと、レスナちゃん、これで前進だね。これもみんなのおかげだね。よーし、早速調合を。レスナさん、今日は休んだ方がいいと思いますよ。そうだよ、素材は逃げたりしないんだから、今日は休もうよ、レスナちゃん。わかったよ。みんなと調合したい気持ちが成長しすぎちゃった。それじゃ今日は一旦解散して、明日また集合しましょう。家に帰ってきたって感じ。なんせお料理の腕を上げた。鍋なんざ船乗りの日常食だよ。礼を言うなら天使ちゃんお手製の香辛料に言え。他の州から仕入れた素材を使ってみたんです。そうなの？この出来なら売り物になるわね。お魚にぴったり。バレリア、全部一人で食べちゃわないでよ。このお魚プリプリしていて旨味も濃いです。アイヌ州の大原野ではこんなお魚が取れるんですね。大原野って草しか生えてないんじゃねえのか。あんなでっかい魚が取れんのか。うん、大原野のあちこちに沼があってね、魚を取って野営で食べたんだけど、あれも美味しかったわ。一緒に行ったライザが魚釣り名人でさ、バレリアと魚取りの絆で結ばれたりしてたんだよ。なんだ、結構楽しそうじゃねえか。ハイディがしっかり接行してくれたおかげでね。あのね、あんたが火山に落ちそうになったり、こっちは寿命が縮まったわよ。え？ニオたちと一緒に素材を受け止めただけよ。もうこれだよ。なあ、イザナのやつとはうまくやれたか。イザナね、レスナの騎士として強くなるんだって修行して、すっごいハンマーさばきを見せたの。バレリアさん、とっても嬉しそうですね。旅っていろんな人と仲良くなっていろんなことが起こるのね。そうか、旅ではいい仲間と出会えたようだな。うん、それでね、流れ星に誓います。私は将来立派な錬金術師になります。流れ星に誓います。私は将来最強の騎士になります。
束だよ、イザナちゃん。約束だよ、レスナちゃん。イザナちゃん、覚えてる？子供の頃、ここで将来の夢について話したこと。私は将来、立派な錬金術師になります！ってやつ？え？それ、私の真似？そんな感じだったっけ？結構自信あったのに。じゃあ、レスナちゃんも。私もやるの？ゴン！私は将来、最強の騎士になります！全然似てない！こういうの慣れてないから。私の夢って、まだ全然途中なんだよね。騎士の試験にも合格できてないし。それは私もだよ。一人前として認められはしたけど、立派だって胸を張って言えるようになるには、まだまだ。でも私、イザナちゃんと一緒なら大丈夫だって、なんとなく思うんだ。イザナちゃんは、私にないものをたくさん持ってるから。レスナちゃん、私もだよ。レスナちゃんは、私の知らないことをいっぱい知ってるもん。こんな私だけど、これからもそばにいてね。私、頑張って夢を叶えるから。もちろん、レスナちゃんの騎士として、この先もずっと守り続けるよ。流れ星に誓います。これを使えば不作は解決するのね。多分解決してほしいな。大丈夫だよ、きっと解決するよ。それにしてもさ、翡翠のきらみずを使った栄養剤って極夜の錬金刀も作るつもりだったんだよね。またあのララってやつと出くわさなきゃいいけど。アンペルはあいつらの調査をしてたんだよね。ああ、大した情報はつかめなかったがな。ただ当主の名はクリセルダというらしい。クリセルダ、聞いたこともないわね。でもその人には要注意ってことだね。結局また素材を分け合うことはできませんでした。彼女らはそれぞれが強い渇望を持っている。それを満たさない限り折り合えないだろう。ララってやつは王国がどうたらって言ってたけど、それが彼女の渇望なのだろうな。私とリラはこれからまた続けて奴らを調査する。だからお前らは安心して依頼を果たしてこい。イザナ、また稽古はつけてやる。あいつらと戦った時の感覚を忘れるんじゃないぞ。はい、リラさん。それにしても錬金刀の一員の役、案外似合ってたな。お前やライザたちと出会ってなかったら案外あっちに引き寄せられてたかもな。冗談だが。アンペルさん、リラさん、またね。お二人ともありがとうございました。じゃあ私たちもそろそろオートに帰るね。いい加減イクセルに怒られちゃう。私もそろそろ仕事に戻らないといけないから。お仕事を休んでいただいたし無理は言えませんが、もっと一緒に旅をしたかったな。
もうそんな寂しそうな顔しない。またみんなで冒険しようね。はい、先輩方ありがとうございました。ライザー、また魚釣りをしましょう。うん、またやろう。じゃあ依頼頑張ってね。じゃあ私たちも出発しようか。おかげでようやく作物が育ち始めたよ。本当にありがとう。本当ですか？よかった。やったわね、レスナ。みんなが協力してくれたおかげだよ。いや、恩に着るよ。正直諦めかけてたからね。本当に感謝してる。私たちも嬉しいです。これは人を幸せにする力、錬金術の力なんですよ。そうか、錬金術の力か。はい。おい、もう読んだか。例の不作の件なんだが驚きだよ。錬金術師がこの辺の不作を解決したってやつだろ。本当なのかね。それが王都から来た錬金術師だそうだぞ。そんなのが本当にいたとはね。そこだよ。錬金術など眉唾だとばかり思っていたのだがね、畑の主が言うには。あら、新しいのが出たのね。何部かもらえる？ああ、あんたか。例の記事載ってるよ。そのようね。錬金術師レスナ・シュテルネン・リヒト一行、長年続いた不作を救う。いい記事ね。さすが私のレスナよ。素晴らしい記事だ。時は満ちたようだ。